ジャニーズ事務所所属グループ以外に対しても、機械均等の流れができつつある。9月29日放送、テレビ朝日系ミュージックステーション以下、M ステの3時間スペシャルに、7人組ボーイズグループ、B、ファーストの初出演が発表されたのが、9月15日のこと。写真多数、歴代、M ステ、女子アナの私生活。この出演が決まった裏には、 9月7日のジャニーズ事務所の会見が大きく影響しているのは明らかだった。新社長の東山の之さんがこれまでの忖度について聞かれ、今後は必要ありません、と明言しました。この許可が出たことで、M ステ、制作サイドも他の男性ダンスボーカルグループの出演を承認できるようになりましたね。テレビ局関係者、これにより、 インターネット上では他の男性グループの出演を望む声も聞こえてきている。上腕はアルバムが出るんです。CDTV には出るみたいですけど、エムステは。わら、ついに B、ファーストがエムステに出るのね。上腕もやっとそろそろ出れるのかな。ジャニオタケンジャムをしてる私からするともうそろ上腕、ラポネ所属アーティストエムステ出てるとこみたいです。よろしくお願いします。上腕、は、 t b s 系で放送されたプロデュース101ジャパンから誕生した11人組グループ。ラポネ、ラポネエンターテインメントに所属している。声に合ったジャムとは彼らのファンの総称だ。門戸が開かれた「M ステ」の解禁組第2弾としてファンを中心に彼らの名前が浮上している状況だが淡い期待では終わらないようだ。 出演が実現する流れになったそうですよ、と前出のテレビ局関係者が続ける。過去に、M ステのコーナー内で、BGM 仕様にした上腕の曲を使用したことはありましたが、これまで彼らの出演はありません。この出来事は、M ステの現場制作スタッフのささやかな反抗心だったそうです。これまで制作側の上層部だけが出演を忖度していただけであり、 現場に近いスタッフは上腕の起用をしていました。そんな中でジャニーズ側の忖度無用宣言が出て番組内でも具体的に出演を進める方針になっています。では実際に上腕が出演するとなればいつ頃になるのか。テレビ朝日関係者はこう話す。9月20日に上腕の新アルバムエキノクスが発売されます。しかしそのリリースに合わせたタイミングだと 1> 上湾側のスケジュールも、M ステ側の出演予定者も決まっているでしょう。そうなると、9月中は難しいはずです。次回の新曲リリース、もしくは近々のタイミングであれば、10月中旬にも、M ステは2時間スペシャルを予定していて、そこで初出演となれば話題になりそうなので、検討していくのではないでしょうか。